こう、今、お盆でね、いろんな方が帰省されていて、帰省するのはいいんですけど、なんかやっぱりまさかみたいな感じの声もね、結構聞こえてくるので、いや、まさかはないんだよという話です。これは京都の病院、13病院が一緒に声明を出しています。災害レベルに達した新型コロナの第7波について、重症患者受け入れ医療機関からのお願いです。自らを、そして大切な人を守るために、不要不急の外出を避けてください。マスクなし、会話を避けてください。マスクなしの会話を避けてください。3回目のワクチン接種をぜひ行わせてください。シンプルなメッセージですね。こういう災害が起こった時ほどですね、シンプルなことが大切です。田代先生もおっしゃっていましたが、患者を減らすことと医療キャパを増やすこと、この2点に絞られていきます。で、医療キャパって無限に増やすんじゃなくって、重症患者を、に集中して治療ができるような体制、そして軽症の患者さんは自分たちで自宅療養で治してもらうという協力が必要です。みんなが必要な時に、好きな時に受診できる病院は今どこにもありません。風邪よりこじらして、3日4日飲めない、脱水の人とか、そういった方がすぐに病院にかかれるように、風邪でちょっと辛いなっていう人は市販薬で対応してもらう協力が必要です。行動制限がないというのは感染リスクがないということではありません。3年ぶりの行動制限がない夏と報道され、旅行やイベントが再開され、街には人が溢れています。社会経済活動のことを考えて行動制限を行わないというのは行政の判断のようですが、行動制限がないということは、行動を拡大しても感染しないということでは決してありません。人の集まるところには感染のリスクが溢れています。ショッピングセンターでの普段のショッピングなどで感染した事例は多く報告されています。現状では旅行で感染して、旅行先で入院する病院や宿泊施設はなかなか見つかりません。公共交通機関で帰ってくることもできないです。私の知り合いもですね、大阪に帰って、そこで感染が発覚して、レンタル、車、なんですか、借りて、6、7時間かけて帰ってきたっていう方もいらっしゃいます。公共交通機関は絶対に使わないでください。外出旅行には大分の、感染リスクがあるということをしっかりと認識して、避けることができる、あるいは延期することができる不要不急の外出はぜひ避けてください。災害レベルに達した新型コロナウイルス感染症第7波による医療崩壊。新型コロナウイルス感染症の爆発的な拡大はすでに災害レベルです。日常、見かけ上ね、皆さん生活していると人が溢れていて、まるで日常が帰ってきたような錯覚をしてしまいますが、その裏ではもうめちゃめちゃ、自宅療養者150万人いるんですから、お友達は誰かしら感染してますよね。それと一緒で救急車ももう100%出ずっぱりな状態です。私は産婦人科クリニックで働いていますが、赤ちゃんの搬送すら3時間かかってしまったり、肺炎を起こしている妊婦さんの入院もかなり、逼迫しています。すぐ入院なんかできなくなっています。京都府内の複数の病院において、クラスター感染が繰り返し認められていて、医療従事者も休んでいる。毎日数十人から100人以上となっています。できる限り懸命な努力を我々していますが、新型コロナ用に確保しているベッドは飽和状態です。その病院にもすぐに受け入れることができない状況です。どれだけ救急車に乗れたとしても結局入院できないということです。毎日のように報道されている病床稼働率や重症病床使用率は、正確な実態を反映していませんので、これは本当メディアにやめていただきたいですね。本当に意味ないことは報道しないでほしいです。次いきます。新型コロナウイルス以外の病気に対する診療も多大な影響を受けています。手術や入院の停止や延期をしています。がん患者さんの手術とか、いろんな心臓の手術とかね、本当は機会を逃したくないものも延期せざるを得ない状況になっています。現在は、ズバリ、救えるはずの命が救えないという医療崩壊です。交通事故で輸血をすれば助かる人も助からないとか、脳出血でもすぐ手術すれば治ったのにっていう人が助けられません。自分の子供が交通事故に遭った時に助けてもらえないということになります。新型コロナウイルスは、単なる風邪じゃありませんよね。150万人感染する感染症って、私たちが生きてきた中で一つもありません。BA.5 による新型コロナウイルス感染症第7波は、軽症が多いように報道されていますが、呼吸器症状が軽症であっても、高熱や喉の痛みがかなり辛い症状を呈します。感染時の症状は軽症でも、その後様々な後遺症で苦しんでおられる方もいらっしゃいます。1年以上ずっと苦しんでいる方が実際いますよね。若い方が多いんです、これが。インフルエンザとは異なり、新型コロナウイルスは感染してまだ、発熱などの症状が出ていない時期であっても他人に感染する、させる特徴があります。お互い元気そうなので大丈夫ということでは決してありません。マスクを外したままでの会話には感染リスクがあることをぜひ認識してください。公共スペースではマスク着用をぜひよろしくお願いします。逆を返せば、一人で、歩いているときは外してもいいということですね。熱中症のリスクもありますので、適宜、
水分補給を忘れずにいてください。マスクをしてから熱中症になるわけじゃないけれどもね。感染力が極めて高いのが現在主流であるオミクロン BA.5 の特徴です。会話や咳、くしゃみによって感染者が出すしぶき、飛沫を直接吸い込むことによって生じる感染、飛沫感染は、適切なマスクを適切に着用することでかなり防ぐことができます。エアロゾル感染も指摘はされていますが、多少はあるからこそ、換気ですね。換気を適切にやってあげてください。空間除菌剤ではダメです。あれは人体にも影響を及ぼすことが分かっているので、空間除菌剤の採用はぜひやめてください。そして、大事、3回目のワクチン接種をしてください。せっかく大人用に3回目のワクチンがあるんですから、ぜひとも皆さん打ってください。ラスト。行動制限がない3年ぶりの夏であるからこそ、国民の皆様の感染対策に関する意識だけが、自らを、そして大切な人を守り、国民を守るための医療を守ることにつながります。どうぞよろしくご協力のほどお願い申し上げます。京都府の医師、病院ですね。病院からの声明でした。こんなね、赤いなんですか、リーフレットを出すっていうのは、相当なことで、今までにない意思表明ですね。ただの脅しではなくって、それだけ、本当に若い人でも苦しんでるのを見てる先生方が、これは皆さんに感染してはいけないと、多くの人を守りたいということで発信してくれています。なんだっけね。サポート先生がですね、この方も感染症に特化した、ここに書いてあるわ。病院感染管理専門職ですね。看護師さんと保健師の方ですが、こういう感染対策に長けている方です。ホリエモンの YouTube に出てたりしました。これ左側がですね、エボラ出血熱の患者さんを搬送したり治療するときの格好で、右側が、コロナと対峙するときの格好ですね。N95 マスクと、アイガードして、これぐらいの、そう。左の方が重装備って感じですが、どちらも基本的に飛沫感染ですね。分泌物を直接吸ったりすることで感染することが分かっているので、ただですね、エボラの方が感染すると致死率100%ぐらいひどいものだから重装備になっています。一方で、こっちは、ワクチンもあるし、致死率2%だし、っていうのもあって、これぐらいの装備であれば、目鼻口をしっかり守っていれば大丈夫ということで、結局、そのウイルスに対してどこまで感染を防御をするかっていうのは、やっぱりウイルスの特徴を知りながら、適切にやらなきゃいけない。皆さんが例えば N95 マスクを日常的につけるかっていうと、それを与えられたところで、ちゃんとこの鼻から顎まで完璧に密着させて使用できるかっていうと、そんなことないので、必ず苦しくて隙間を空けてしまうため、N95 マスクは確かに高性能だけれども、一般の人が使うというのは、とても意味がないなと思っているので。怖いと人ってどんどん重ねて重ねて何か対策したくなるんですけれども、必要以上のことはしなくて大丈夫です。今までやってきた直布マスクと、手洗い、うがい、ディスタンス取る。これをひたすらやり続けることが。心細いと思いますが、一緒に乗り越えましょう。コロワ君サポーターズ。